こんにちは、ケイラです。今日は2019年の1月、2月、3月の重心仮想をしていきたいと思います。各属性3体ずつ合計15体発表するので、よかったら見てください。各キャラの性能予想もするんで、よかったらね、最後までお楽しみください。ということで、まず非属性からやっていきましょう。まず1体目は孫悟空でございます。まあこのキャラは三蔵法師、猪八戒、孫悟空という風に出ているんですけども、まあ現状猪八戒しか重心化していない。しかも猪八戒は結構前ですね、2017年に重心化しておりますので、まあ一応結構古いキャラかなという風に思います。性能はこんな感じで、新アビリティに加速付与を用意しました。まあ、これは友情コンボにスピードアップ持っていたんですけども、それをなくしてですね、進化のロックオンワンウェイレーザーもツインタンクレーザーに変えました。さらには超強爆発でサポート。まあ、艦隊性能はちょっと低めになるんですけども、まあ、友情だけでも結構強いキャラかなというふうに思います。で、持ち味だった号令も12プラス12にして、まあまあ使いやすいんじゃないかなっていうところでございます。アビリティも最近結構増えてきたアンチ重力バレーとアンチダメージオールの組み合わせですね。近頃だったらベルダンディ、ニーベルンゲン、さらには長領という風にめっちゃ最近増えてるんですよね、なぜか。あと歳費もですね、歳費も出てるから、まあ今年またこのクエスト増えていくんじゃないかなというところで、重力バレーとダメージオールをつけました。まあ、言うたら進化と神化を組み合わせているんですけども、飛行はなくしましたんで、まあちょっとした調整が入っております。まあそんな感じで孫悟空来てくれて嬉しいですね。2体目は静か御前ですね。神化ベースになっております。まあ静か御前も情報修正来てるとはいえど、まあまあまあほとんど卑弥呼によって使えなくなったんで、アビリティ性能はこんな感じになっております。ちょっと進化と神化これも混ざっているんですけども、まあ見どころはマフージ M が乗る十字レーザーイエルと超強メテオですね。これがまあ魔族と魔人に対しては非常に強力なんで、まあクエストによっては卑弥呼よりも強い場面もあるっていう感じでございます。SS もね、自強化プラス範囲回復にしたので、まあこの貫通でキラーを生かしつつ味方も回復できるという風になっております。まあこの性能来たら普通に強いと思いますね。まあ静か御前も救ってあげてください。そして3体目はルビーです。まあこのキャラは魔法学園ジュエルズ1かな、一番最初の魔法学園に出てました。まあ、未だに重心化が来ないんですけども、性能予想はこんな感じになっております。こちらも進化と神化を混ぜた性能で、砲撃型になっております。友情がダンクレーザー EL とリバースダンクレーザー EL ですね。これまた強そう。まあ、キラーはないんですけども、汎用性の高さと、まあ、状態上回復によって、近畿の18でも使えそうですね。そして SS がちょっとね、面白くて、事業化プラス触れた最初の敵の位置に移動。さらに反撃モードになるんで、敵のボスに配置しながらさらにはそこで反撃モードになれるんで、めちゃめちゃ強そうかなというふうに思いました。まあこのキャラ来てくれたら普通に嬉しいな。ルビーも期待しております。次、水属性1体目はスズランですね。スズランはタンポポとかサクラとかと同じシリーズですね。これもまあ情報修正来ているんですけども、まあ使わない、全然使わないということで重心化させました。アビリティ性能はこんな感じになっております。まあ注目すべきところはトリプルアンチですね。トリプルアンチアビリティでユニバキラーをなくして進化の弱点キラーをつけました。で、友情コンボはちょっとスズランっぽい感じだったら衛星弾が似合うかなと思ったんで、衛星弾プラス、まあ、元々白爆発持っていたんで、まあ、これで艦隊性能をちょっと和らげようっていう感じですね。まあ最近本当にあの重心化で爆発ついてるキャラ多いんですけども、多分艦隊が強すぎるんで爆発つけてると思うんですよ。なのでそこの調整で白爆発をつけました。SS は反射変化プラス雷メテオ16プラス8で打てるって感じなんで、ほとりが似たような感じで言いましたよね。反射化になって自強化しながら雷メテオを落とすっていう感じでございます。まあ、弱点キラーが若干活かしにくくなるんですけども、まあまあまあ強いと思います。そして2体目周遊です。曹操とかと同じシリーズですね。水属性のワープ魔法陣っていうのも本当に少ないんで、まあ希少価値が高いキャラという風になっております。もともと進化が砲撃型だったんですけども、まあ、全方位ショットガンをちょっと弱いということでオールレンジバレットに変えました。そして投げ払い。 SS はクローバーとかと同じように自強化プラス弱点効果アップという風になっております。まあ、これも強そうですね。回復も持っております。3体目は佐々木小次郎です。性能要素はこんな感じですね。まあ、これも真が神が噛み合わせて神キラー持ちの性能という風になっております。まあ、長距貫通ロックオン衝撃は6とクロスレーザー EL がキラー乗ってくるんでね、どっちかというとサジオ向けなのかな。イザナム戦で結構強そうかなというふうに思います。 SS はランダプラス反撃で12プラス8というふうになっております。もともとイザナミゼロ用だったと思うんですけども、まあさらに砲台としても活躍できるんじゃないかなっていうところでございます。非属性1体目は弁慶ですね。
性能はこんな風になっております。友情コンボが反射クロスレーダー EL と中距離拡散弾という風になりまして、まあ強くしました。あとまあ底力ですね、弁慶っぽい感じといえば底力だったと思うので底力をつけました。そして壁ドン SS が20プラス4で出るという風になっております。まあこのダブルギミックに対応しつつ壁ドンできるのは結構強いと思うんで、これも期待したいところですね。さらには底力発動していればめちゃくちゃ壁ドン強くなるんで楽しみです。2体目はエメラルドです。まあこのキャラもだいぶ出番が減りましたよね。シーカと神化を混ぜた性能にしました。魔王キラーは L から M にして調整ですね。トリプルアンチプラス魔王キラーなんで、まあ、アルマゲドンはまあ軽くぶっ壊しますよね。さらには超強ブレス持ってるんで非常に強力かなというふうに思います。 SS もランダプラスレーザーにしました。アルマゲドンだったらまあ弱点に当てればめちゃくちゃ強そうです。さらにはブレス配置できますからね、相性のいい SS というふうになっております。そして3体目ついに来ました、ロビンフットですね。まあ主に進化がベースなんですけども、このような性能になっております。友情コンボはそこまで変わっていないんですけども、アビリティですね、マインスイーパーが L になりまして、アンチ重力バリアが超アンチ重力バリアに変わりました。そして短縮持ちの壁ドンで16プラス8で打てるんでめちゃめちゃ強いんですけども、まあ、超 AGB によって壁ドン SS が加速するとなると、まああらゆる敵は即死圏内かなというふうに思います。まあどっちかというと友情よりも本当にねアビリティと SS で勝負するキャラかなって思うんで、実装されたらめちゃくちゃ強いんじゃないかなというふうに思います。機械属性いきましょう。まず1体目は三蔵法師ですね。さっきの孫悟空と同じシリーズです。ワープが出る闇属性のクエストだったらこいつを連れていけばいいやんっていう性能にしました。もちろんランページレーザー EL とかねあらゆるクエストで強いんで貫通っていうこともありかなり使いやすいかなというふうに思います。 SS は自強化プラス弱点露出ですね。ジュリエットとかと同じ SS にしました。まあこれもめちゃくちゃ強そうですね普通にぶっ壊すと。そして2体目ですね、ダイヤモンドです。ルビーと同じシリーズですね。変わった点を言うと闇属性耐性だったのが全属性耐性にしました。そして反射クロスレーザー EL にしまして、アサベージョ防御力アップっていうのはちょっともったいない気もするんですけども、まあダブルギミックプラス耐性持ってるんでまあいい調整かなというふうに思います。 SS は自強化プラス弱点露出でローザみたいに8プラス12にしました。まあ、これもかなり使いやすい SS かなというふうに思います。サポートに結構優れてますね。そして3体目宮本武蔵です。貫通のバランス型でアビリティこういうふうになっております。ゲージなしですね。持ち味だった夢属性キラー M に超 AGB を重ねました。そしてツインホライゾンレーザー EL にも闇属性キラー乗ってくるんでめちゃくちゃ強いですね。超強斬撃にも乗ってきます。 SS が天草とかと同じように敵に触れるたびに爆発するやつですね。闇属性の重力バレーのクエストだったらもうこいつで OK っていう感じです。まあこれでも普通にめちゃ強いな。そして闇属性の1体目さくらです。性能要素はこんな感じになっておりまして、まあちょっとねやっぱアリスと被っちゃうところがあるので、まあ、SS とかをだいぶ変えましたね。自強化プラス触れた時吹っ飛ばしなんで固定ダメージを与えられる SS という風になっております。まあナチョスと一緒ですね。まあ追従型貫通弾も引き続き持っているんで、まあ最近あまり使う場面ないかもしれないんですけども友情も強化しました。まあ短縮によってこの SS を早く出るところがポイントでございます。そして2体目大凶小凶です。性能要素はこんな感じです。まあ獣キラー L がもともと強かったんですけども2種類の友情コンボにキラー乗ってくるんで特化しているっていう性能です。 SS もチェインミテオにしまして、もちろん獣キラー L 乗ってくるんでめちゃめちゃ強いんですけども、まあそこまで獣キラーが乗るボスがいないので、まあそれ以外にも対応できるような SS にしました。逆に獣キラー乗ってきたらこのチェインミテオめちゃくちゃ強いと思います。もともとステータス結構高めなんでこれ維持してもらえるとね本当に強いと思いますね。そしてラストイージスです。性能要素はこんな感じで、持ち味だった光属性キラーもベースで持っております。友情コンボがエナジーサークル L とリワインドブラスターにしました。まあ近距離も遠距離も活躍できます。 SS が自強化プラス毒状態にするということで進化が毒メインの性能だったんで、まあ、毒キラーはつけようか迷ったんですけども、ちょっと短縮も魔法陣も欲しかったのでこのようにしました。そんなところで15体予想したんですけども、まあ結構前からずっとおる、まあ、西郷ドンとか、あと千代とか、あとコルセア、まあ、シリウス、張飛とかね。その辺は古すぎて逆に最近なんか新しいものを持ってきてるんですよね、重心化って。となると、まあちょっとしたイベントとか、そういうところで重心化する可能性があるんで、まああえて運営さんは置いているんじゃないかなというふうに思います。だって、西郷ドン重心化するって言ったら結構みんな喜ぶじゃないですか。やっと来たかみたいな。それをタイミング的には、なんかのイベントの時とかサプライズ発表の方が盛り上がると思うので、
まあ、それ用に撮っているんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、直近だったらベルダンディが本当にねめちゃめちゃ古いキャラで重心化来て、まあ、サプライズっていうふうに発表があって結構盛り上がったんですけども、まあそんなふうにね通常の重心化じゃなくて古いキャラたちはちょっとした盛り上げる要素として出してくると思うので、あえて千代とかねその辺は置いているんじゃないかなというふうに思いました。なんで結構今回出したキャラは別に古すぎるキャラでもなくて、まあ、結構最新かな、最新ではないけど図鑑ナンバーが1000台とか2000台もいるんで割と新しみになるんですかね。まあ、そのようなキャラたちを選抜しました。まあ、本当に予想がつかなくなってきたんで難しいところなんですけども、まあ、お楽しみいただけたら幸いでございます。そんなところで1月2月3月の重心化予想をしました。ご視聴ありがとうございました。面白かったよって方はぜひ高評価グッドボタンお願いします。あとまだ僕のチャンネルの方登録してないよって方はぜひ登録ボタンポチッと押してもらえると幸いでございます。それではバイバイ。